ここはどこでしょう。じゃん皆さんこんにちは、いおきまおです。ヴィッセル神戸さんの試合があるノエビアスタジアムに来ているのですが、ここで今日はキックインセレモニーをさせていただきます。すごく、ね、緊張しているんですけど、ちょっと全力で頑張るので緊張の裏側をぜひ見てください。お願いします。乃木坂46の伊予木真央です。私は神戸市生まれ神戸市育ちで、家族で山に遊びに行ったり海に行ったり、そういう自然あふれるところ、そして異国情緒あふれるこの街が大好きです。選手が入場するところです。緊張する全然ライブ会場よりなんか上まで全部見えちゃう。はい、よろしくお願いします。さあ、ゴールデン会ということですけども、どうなるでしょうかね。ゴールしようか。大丈夫かな。うまかったじゃん。本当ですか。いいコースだ。いいコース。確かに言ってもらいましたけど。はあ、怖いな。何覚えてる？何覚えてる？でもなんかめっちゃ上の席で見たこと。めっちゃ遠く。ありがとうございます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 。すごいね。びっくりした。嬉しいな。前同じユニフォーム着てる人がいる。ちょっと紛れ込もう。マネージャーさんがこうグッズ買ってきて頼まれてる。買いたい。これあるわ。ファミリアとのコラボや。ちょっとこれ頼まれてたので買いたいと思います。ファミリア懐かしい。これちょっと面白そうやからやってみる。はい、ファミリアこれいいね。開けていい？あ、後で開けよ。じゃあちょっとこれ、はい、後でガチャガチャしたいと思います。こんな感じなんやな。いいですね、試合前にグルメも。子供の時来た？子供の時来ました。これ、この感じをなんかすごい今思い出してます。何食べたかは忘れちゃったけど。神戸牛ってあんま食べた覚えちゃんとないんだって。めっちゃ嬉しい。いただきます。めっちゃ美味しい。脂がめっちゃ乗ってる。うまいよ。綺麗。これは、半通り。私めっちゃこういう本店やる。大好きで。でもすごい久しぶりに食べた感じがして、勝利の女神になるぞ。嬉しい。あ、すごい。めっちゃ似てますね。めっちゃうまい。なんかこのタレ麺と眉毛のけど。なんていうよ、自分の中ではすごいうまくいったんです。
かなと思います。最後にビッセル神戸の選手の皆さん、 J1 リーグ初優勝できるよう精一杯応援しています。頑張ってください。以上、いよきまおでした。ありがとうございました。怖いな。人が多いんだけど。人が多いな。どうなの。すごい、本当にあっという間すぎてびっくりしちゃう。大丈夫。さて、本日はスペシャルゲストとして神戸市出身の乃木坂46メンバー伊予木真央さんにここノエムラスタジアム神戸へお越しいただいています。皆さんどうぞ大きな拍手でお迎えください。ありがとうございます。皆さんこんにちは。乃木坂46の伊予木真央です。私は神戸市生まれ神戸市育ちで、自然あふれる、そして、異国情緒の、この町が大好きです。そんなこの町にあるサッカーチームのヴィッセル神戸さんの試合でこの地に戻ってこれたことをすごく嬉しく思っています。金曜日、アウェー日産スタジアムにおきまして、横浜へ今年と19時金曜日で対戦します。残りの試合で迎える勝利の直接対決を頑張ったよ。頑張った頑張った。今訪れてる。噛んでたけど、ちゃんと言いたいことを伝わってたから大丈夫。伝わってたよ。初心者の方は、つま先でキックいける機会があるんですけど、エラーってなったら、インサイドキックで。メインセレモニーです。メインセレモニー。でもさっきなんかコツを座ったやつがなんかできそうな気がする。まっすぐ切れそう。わかりやすかったね。めっちゃわかりやすい。レスバンド作ってくださったみたいです。今1枚だ。こちらも実は私のために作ってくださった46番、伊予木真央ユニフォームです。かわいい。嬉しいです。本日はスペシャルゲストとしてお越しいただいている神戸市出身の乃木坂46メンバー、伊予木真央さんにキックインを行っていただきます。それでは、伊予木真央さん、よろしくお願いします。あんまりないんですけど、でも先ほど選手の方に教えていただけたので
そのアドバイスを胸に頑張ってみたいと思います。わかりました、ぜひ頑張ってください、はい。でもオービーも、ね、負けず嫌いですから、これは勝負が、ね、かかってますので頑張ってくださいね。では PK 対決の前にお互いに健闘を誓って握手をしてください。はい。さあ、それではいよいよ PK 対決です。それでは私の笛の合図で開始です。参ります。神戸市出身の乃木坂46メンバー井沖真央さんによる PK チャレンジです。素晴らしいゴールが決まりました。井沖さん、ナイスゴールです。ありがとうございます。さあ、実際に決定で井沖さん、いかがでしたか。すごく楽しかったです。楽しんでいただいて何よりであります。本当にモービー君が避けてくれた。綺麗にまっすぐ行っちゃったせいでもうビーフェンに気を使わせてしまいましたが今ね、入ったっていう。今、すべて終わりました。最初の挨拶から始まり、いろいろしたんですけど、ちょっと最初の挨拶は緊張しました。本当に久しぶりにあんなに緊張したなっていうくらい緊張したんですけど、皆さんすごく温かくて言い終えれてよかったなっていうのと、キックインセレモニーではなんだかもう選手の皆さんからのすごいオーラとパワーを感じて、すごいもう本当に貴重な経験をさせていただいてありがたいなっていう気持ちでいっぱいです。 PK 対決はもうひたすら楽しかったです。モービー君とこうね、あんなすごい会場の芝生でこういう経験ができて、本当に今日一日楽しかったです。貴重な経験をありがとうございました。これも作ってもらったり、本当にすごい嬉しいです。最後まで見ていただきありがとうございました。最後に、チャンネル登録とボタンと高評価ぜひお願いします。また見てねー。